青森県立青森工業高等学校は青森県青森市馬矢尻に位置する県立の工業高等学校。略称は青森工業、工業、校歌、選手応援などで青校と呼ばれることも。ラグビー部、バスケットボール部、ボクシング部、ヨット部、男子バレーボール部が好成績を収めている。また近年では、 文化部の活躍も目立ち、毎年、写真部が、全国高校総合文化祭などへ出場している。吹奏楽部も毎年定期演奏会や、文化祭での演奏を積極的に行い、活動を広めている。放送部は2014年の NHK 杯全国、高校放送コンテスト創作テレビドラマ部門で、全国優勝、2016年のテレビドキュメント部門で、 全国準優勝を果たしているなと、好成績を収めていたが、2019年の全国、高校放送コンテストでは、部員が1年生のみとなり、作品制作が困難な状況になった上、2020年の全国高校放送コンテストは出場しない方針で、あるなど、一部の文化部では、以前に比べ再度危機的な状況に陥っている。ありがとうございます。